はーい、皆さん、こんにちは。今回、真っ赤を着ましたよー、みたいな感じなんですけども、えー、このね、真っ赤なシャツもね、ほんとね、しばらく着てなかったなぁと思ってですね、昨日ちょっとね、えー いろいろ選択をしながらね、えー、私のその衣装ダンスというか、その中もね、ちょっと整理して,してたんですけど、その中でこのね、真っ赤なシャツが出てきて、あ、そういえばこの真っ赤のシャツも撮影用に買ったんだなとかね、思い出してですね。で、えー、じゃあ今日着てみようみたいな感じでちょっと着ている次第です。えー、なのでね、別にあの、えー、この真っ赤なシャツの意味合いはそんなことぐらいで、それ以上の意味はないんですけども、いずれにしてもね、本当にね、このシャツ着るの久しぶりだなっていうような感じで、 今回は信号機の赤信号ではありませんけども、そういった感じで話をしていきたいな、みたいな感じですね。はい、えー、でですね、えー、今現在は月曜日、5月8日の月曜日の朝にね、この動画を撮っております。えー、いよいよね、まあゴールデンウィーク。まあ今回ね、それこそね、 えー、日本の方においては9連休ぐらいのね、えー、非常に長い連休期間だったとっいうような方もかなりね、おられたんじゃないかなというような気がいたします。皆さんどのようにお過ごしになりましたですか、えー、楽しまれましたですかみたいな感じなんですけども、まあどうでしょうね、このね、連休期間中、まあ連休というようなこともあるので、 やっぱり特にね、日本のメディアの中ではね、なかなかその日本の国内の中でもその政治だとか経済だとかね、というような観点ではあんまり動いてなかったですよね。まああのー、 そういったのは政治経済ではあんまり動いてはいませんでしたけど、やっぱりね、あの、石川県の,の能登地方のね、あの、大きな地震があって、今現在、昨日あたりも結構まだね、えー、余震が続いているというようなことで、おそらくね、私のこのチャンネルをご覧くださっている方の中にね、その近辺の方もいらっしゃるんじゃないかなっていう気がいたします。ぜひ皆様には、 あの、お気をつけいただければな、というふうな感じでね、せ、え、ず、ー、に願っております。えー、というようなね、えー、こともありました。という中で、まあ、ゴールデンウィーク終わりました。ただ、このゴールデンウィーク、やっぱりね、あの、世界的にバーッと広がったっていうこともあったんですけども、まあ、日本のね、日本国民の方においても、まあ、ニュースなんか見ても、あまあ、非常にね、多くのニュースが上がっておりますので、まあ、わかりますよね。いかにこのね、えー、昨日、 というかですね、まあ昨日、実際の時間に言うとおとといですかね、終わった、えー、その戴冠式の、えー、話がね、非常に大きくピックアップされたかなっていう感じです。はい、えー、でですね、昨日の夜ね、あの、江ノ宮ご夫妻がご帰国されたということで、なんかね、速報じゃありませんけども、読売新聞あたりがね、出しておりましたね。でね、私もね、この速報版というか、ああ、ご帰国されたんだな、みたいなことをね、見ていたんですけども、でもね、 やっぱりね、ちょっとちゃうだろうっていうようなね、記事の内容だったですよね。このね、戴冠式を通じて、いろいろね、日本でも報道されておりましたけども、やっぱりね、案の定じゃないけどね、なんていうの、一生懸命ね、戴冠式ご苦労様でしたっていうようなことをあげ上げしてるような、そういった表現の記事が非常に多かったなというようなことをね、 えー、昨日のこの私も読売新聞なんかを読んだりしてですね、非常に感じました。で、まずね、その内容、えー、ちょっとね、今からちょっとお話ししますけど、まあ皆さんもおそらくはね、そうだよなと思われる方がかなり多いんじゃないかなという気がしますけどね、えー。で、読売新聞の内容に関してはこんな感じです。 はい、えー。でですね、まあ、いつものごとくね、カイツ版でパパッとまとめたんですけども、これはね、昨日、ウェブ版でも出ておりました。その読売新聞の内容ということで、まあ、ちょっとね、こんなこと書いてありましたっていうことで、まあ、具体的にね、やっぱりね、お写真としては、えー、あまあ、お写真っていうかね、えー、ここに書いてある通りなんですけども、まあ、あのー、なんていうんですか。この、まず最初に書いてある通りね、 チャールズ国王の戴冠式で異例の皇遇みたいなことで書いてありましたよね。あの、思ったよりも、あの、例のね、これなんですけどね。まあ、これもね、昨日、おとといかな、えー、の動画でちょっとお示ししましたけども、このね、戴冠式で、 まあもっとね、後ろなんじゃないかな、みたいなことをね、ある意味ちょっと私なんかは期待していた。まあちょっと期待していたっていうと失礼なんですけども、そういうふうなことを予想していたんですけども、まあ皇太子クラスの中ではですね、まあどちらかというと一番前の席にお座りになっていたというようなことなんですけど、まあそれに関してはね、私も昨日の動画なんかでもお話ししたんですけども、まあ確かにその皇太子クラス、 まあ、皇嗣は皇太子じゃないけどね。まあ、一応皇太子クラスの人たちの中で一番前だったとしてもですね、やっぱりその各国の国家元首じゃありませんけども、その各国のとにかくやっぱりヨーロッパを中心としたね、えー、国王女王の方が今回はご,ご参列されておりましたよね。そういったような方に比べると後ろだったことには、そういった事実は、えー、曲げられないわけです。というようなことで、やっぱり日本を代表してね、 今回ね、しかも天皇皇后両陛下のね、メッセンジャーとして行かれてるわけでしょというようなことをね、考えたとしてもですね、やっぱりね、日本国民として、こういった日本を代表して行かれているような方がですね、後ろの方に座っているというようなことに関しては、私はね、日本国民としてやっぱり嫌だなというふうにね、素直な気持ちです。私の単なる気持ちですけれども、やっぱり嫌だなと思いますよね。やっぱり国民を代表して行かれてるわけですから、やっぱりね、もっともっと前の方にね、 座っててししいなっていななととううようなことを私は国民の一人として感じました、まあ、皆さんもね、どのように感じられるかっていう話ですけどね。はい。えー、でですね、まあそ、そんなことはね、記事の中に、ね、書いてませんけどね、単なる私の気持ちですが、まあ、あのー、ちょっとね、ご覧くださってる中でですね、えー、まあね、例えば、 えー、そのね、チャールズ国王やウィリアム皇太子夫妻と、えー、親しく歓談をし、スペインやタイなど、約20カ国の王族とも挨拶をして、待ち時間に写真を撮るなど、えー、和やかに歓談された、みたいなことが書いてあるんですけど、ちょっと待ってくださいよ。なんかね、すごくね、えー、今回のこの記事の中では、エヌミア国際にとって、この皇室外交のね、をいよいよ始められた、みたいなことが非常にね、 なんていうのか、印象付けられているような記事だったと私は思います。でね、あの、いかにもですね、これレセプションの時もそうだったですけども、20カ国とか21カ国ぐらいのね、各国の要人の方々、もしくは各、国それこそね、えー、各国の えー、国王クラスの方とね、いろいろね、信仰を深めただとか、えー、交流をされたみたいな表現を書いてるんですけど、何をもって交流したんですかっていうことが全然書かれてないんですよね。これってさ、そんな、例えば戴冠式の待合時間の間だとか、あの短かったレセプションの間にね、それこそ20カ国の、えー、その要人の方たちとね、 交流を深めたって言ったって、そんなもん挨拶交わしただけでしょっていうようなことは、もう明確にわかるじゃないですか。ただ単にこれ交流深めたっていうような表現だったら、なんかね、そういった昔のことはどうだったかなとかね今、回今回の戴冠式に関してお互いどのように感じますかね、みたいなことをお話しされる、結構な時間をお話しされる、それが交流だと思うんですけども、ただ単にね、ハローって挨拶しただけなんじゃないのっていうふうに私は感じますけどね。 まあ、それに関して、交流したとかね、いかにもね、皇室外交が始まった、みたいなことは言ってるんですけど、それまず違うよねっていう感じですよね。で、えなおかつね、この人、えー、このね、今回、この、えー、主席の随員を務めた、この竹俊誠さん。この人、確かさ、国交省かなんかの官僚だったよね。で、今現在は、その N 庁の御用係というようなことで、このね、えー、竹俊さんが言われてるんですけど、 えー、短,短期間に多くの方々と差し出れたのは初めての経験だったと思うと、えー、各国、えー、王族と交流を深められ、 深められれ非常に有意義なな訪問ととったっていうここをねこの武さんん言われてるんですけどもまたここで交流なんてことを言ってるけどね。何回も言いますよ。そんな20カ国のね、要人の人たちと非常にね、短かった時間で何が交流できるんですか。だから、ハローって言っただけだろうみたいな感じなんですけどね。ハローぐらいだったら誰でも言えるだろうっていうことを私なんかは思いますけどね。というような感じ。まあ、このね、武ケさんもアゲアゲの、アゲアゲな表現をね、 この読売の記事の中で言ってるなっていうことをつくづく思いました。で、えー、そのねさっき言ったこの席次の話ですけどもねその下に書いてある通りまだねまだ4年間しか講師まあ何て言うの講隊子クラスこの講隊子っていう言葉を使いたくないんだけどまあ講隊士クラスのこの講師をお勤めになったのがまだ 4年しか経っていないというようなことにもかかわらず、この皇太子クラスの方々が座られている、この席の中で最前列だったっていうようなことなんですけども、これに関してね、イギリスの王室が、イギリス、その日本の皇室とのね、長いで交流の歴史に配慮してくれたのではないかっていうようなことを、さっきのこの武俊さん言われてるんですけども、果たしてそうなんですかっていう話だよね。ここでもね、交流みたいなことが書いてあるんだけど、 これってさ、別にその A の宮ご夫妻の話じゃないよねっていう感じがするんですね。確かにその今回の戴、えー、冠式に関しては A の宮ご夫妻が参列されたのは事実なんですけども、これを言うんだったらね、なんで、なんでこのね、近所陛下のお名前が出てこないんですかっていうことを私は感じました。 このね、竹俊さんはね、あくまでもこの、江ヌ宮ご夫妻の今回の話だから、まあなんか、いかにもですね、江ヌ宮ご夫妻がそのね、イギリス王室との間で交流を深めたみたいな表現にもなってるんですけど、それは違うよねと。 この、あくまでもですね、イギリスの王子と日本の皇室が今現在非常に良い関係を保てられているというのも、なんと言ってもですね、このね、今回大冠を、大冠式を済まされたですね、このチャールズ国王との、それこそ40年間にわたるね、何て言うんですか、兄、弟じゃありませんけれども、そういったような関係があるからこその、今回のね、 え、話だと思うんですよね。それをもってなんかね、いかにもなんか、エヌミア殿下が、みたいなことをちょっと竹串さん言われてるんですけど、それ全然違うよねっていう話ですよね。だからこそもう私何回も言うけどね、終わったからもういいだろうっていう方もいらっしゃるんですけど、やっぱり何回も言いたいんですよ。すいませんねっていう感じなんだけど、だからこそですね、近城陛下が行かれるべきだったと私は今でも思っておりますっていう話ですね。まあ、というようなことが、ちょっとね、え、この、え、昨日、 えー、江戸宮ご夫妻が帰られてすぐにね、えー、帰国されてすぐに、えー、この読売新聞が挙げていたというような話です。はい、えー、でですねまあやっぱりねこういったような、ね、記事が上がるとやっぱり国民の民意じゃありませんけど国民全体としてどういうようなことを皆さんが思われているかというようなことがやっぱり私も非常に気になるんですね。という中で私最近非常に注目してるんですけどもこの読売新聞が上がった時のヤフコメですよ。 まあ、ヤフコミもね、案の定じゃないけど、やっぱりな、というような表現が並んでおりました。でね、私がとにかくね、一番目を引いたのはね、今からちょっとね、こういったようなことを言われてる方がいますよってことなんですけど、ある方がですね、やっぱりね、各国のまあ王,ね王族の方との挨拶と交流ですか、みたいなことで始まっていて、 まずそのね、交流だとか挨拶だとかっていうようなことじゃないでしょうと。まずその前に、それこそね、A、えー、の宮ご夫妻、A、えー、の宮殿下に関して皇室外交,外交を始めるよっていうようなことを、まず言う前にやるべきことがいっぱいあるでしょうっていう話なんですよね。 要は、えー、その前に、まずは、日本の国内において国民に対して説明をしなきゃいけない内容がいっぱいあるでしょうと。民意を固め、国民の民意を固め、固めた上で、その皇室外交を始めてくださいよって話なんですよね。で、例えば、例の嵐山の問題、まあ、100万円のね、えー、嵐山通船の帳簿の問題、あれどうなんですかとかね、本当にもらってないんですかという,ような話だとか、ベルサイユ宮殿のね、40数億円かけた、 これって何なんですかにもかかわらず、カ、え、コ、ー、様一人暮らししてるよってね、親である責任はどうなってるんですかだとかね。 え、あとはもう何と言ってもあのね、えー、最近ちょっと非常に静かになっちゃっておりますけど、あの、トンズライしちゃったニューヨークのトンズラ夫妻の税金どうなってるんですかどれぐらい使われてるんですかというような話だとか、やっぱりエイシ様に関してもね、例の作文の表説問題だとか、っていうようなこと、いくらでも話が出てきますよね、っていうような中で、一つの国民を納得させる前に皇室外交なんですか全然順番違うでしょう、みたいな感じですよね。 こんなようなね、全然国民が納得していない、なおかつ国民に対する説明が経営の長とともにされていないというようなことを、それこそですね、今回の戴冠式が、まあこれからもいろいろニュース出てくると思いますけどね、海外メディアから今回は、 こういったような説明責任を果たしていない、国民から信頼を受けていない、永野宮ご夫妻が参列しましたよ、みたいなことがね、もしかしたらですけども、これからもね、海外のメディアから出てくる可能性だってあるわけですよね。そういったようなことが出てきたときに、はい、どういうような形で説明責任を果たされるんですかっていうようなことで、全くね、順番逆だと思うんですよね。日本の国民をないがしろにして、え、で、皇室外交ですか ちゃうよっていう感じなんですよね。まあ、というようなことをね、えー、この方もこのね、ヤフコーの中でコメントされておりましたけど、やっぱりこれに関してはね、いいねボタンいっぱいついてるよって感じなんですよね。まさしくね、私その、そのものだと思いますよっていう感じですね。で、イギリスのさ、なんか今回ね、厚遇だとかっていうようなことが言われてるけど、まあ、これも皆さんご存知の通りね、エヌミアご夫妻が政府専用機で、あの空港に着いてからね、あの例のレッドカーペットなかったよねって。 まあそれだけを見てもね、あの、イギリスの対応がどうだったかって、これをもって厚遇なんですかっていうことね。よくこんな表現をね、この読売新聞を使うなっていうことを私なんか思った次第です。まあね、そういったようなことも、ヤフコメ等を見てもですね、いろいろやっぱり、まあ帰ってこられてもですね、えー、炎上だなというようなことですよね。 まあ、といったような中、まあ、月曜日、今本日ね、月曜日の朝なんで、まあ、今週の、ええー、まあ、皇族の方々のスケジュールというのこともね、まあ、いつのごとく、まあ、いつもね、朝日新聞かなんから出してるんですけども、やっぱり出とりましたね。という中で、やっぱり今週っていうと、いや、やっぱりいよいよね、園遊会ですよ、という話ですよね。まあ、本日が8日の月曜日だから、園遊会、8、9、10、11、木曜日ですかね。ええー、という中で、えー、3年ぶり、4年ぶり、 の、えー、園遊会が行われるというようなことで、まあね、基本的に園遊会は、えー、天皇皇后両陛下のがね、ご主催されるっていうことですよね。なので、非常に、まあ、それ自体は楽しみかなっていう感じですけどね。まあ、その時はまたね、いろんなまた、あの、報道が出てくると思います。私もこの YouTube の動画を通じて皆さんにはね、お伝えさせてもらおうかなっていう感じです。でね、ちょっとね、今回このね、えー、今週の、 えー、皇室の方々のスケジュールということで朝日新聞が毎週月曜日に出してるんですけどその中ねちょっとね気になったのはねあのー、例えば永野宮ご夫妻のご予定だとかね他の宮家の方々のご予定ということでこの11日の園遊会ご出席ということは当然出てるんですけどもただねこの天皇,天皇ご一家のご予定の中には これ書かれてないんですよ。これどういうようなことかなと思ってね、ちょっといろいろ深読みというかね、考えちゃいましたね。これ何なんでしょうね。まあ可能性としては、まああの、一応園遊会に関しては天皇陛下ご主催というようなことなので、まあご自身でご主催される内容だから書いてないというようなことなのかなっていう、まあ理由としてはそれぐらいしか考えられないんですけどね。ちょっとなんか違和感感じるなっていうようなことをちょっと思った次第です。 まあ、いずれにしても今週ね、ちょっとね、またもう一つ大きなね、皇室関係に関しては、園遊会という非常に大きな催し物があるもんですから、まあ、それに関してもね、えー、ちょっと集中して皆さんにもお話はしていきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、ゴールデンウィークいよいよ終わりました。まあ、本日からね、お仕事という方もかなりの方いらっしゃるんじゃないかなと思います。え方、ー、やアジアのケイちゃんはですね、<laughs> 何着ようかなと思ってタンスめくってたらですね。なんか、こんな赤、赤があったなということで、この赤のシャツを着させてもらいました。はい、今回もね、ありがとうございました。ではね、バイバイ。